神戸製鋼所、株式会社神戸製鋼所、神戸製鋼所は日本の大手鉄鋼メーカー、航路メーカー、統一商標、国際ブランド名はコベルコ。大手鉄鋼メーカーの中では最も鉄鋼事業の比率が低く、素材部門、機械部門、電力部門を三本柱とする複合経営が特徴。素材部門では洗剤や輸送機用アルミ材。 機械部門では、スクル式批判用圧縮機などで、高いシェア。電力部門も、電力供給事業としては、国内最大規模を誇る。第一関銀グループ、三和グループの一員であり、緑会の会員企業である。また、神戸商工会議所の会頭職を、川崎重工業と交互に担ってきた。日経平均株価構成銘柄。旧鈴木商店系の大手鉄鋼メーカー。 1905年、明治38年に、合名会社、鈴木商店が、小林聖一郎の経営する、小林製工所を買収し、神戸製工所として創業したことに始まる。日露戦争後の日本海軍が、民海工場育成方針を取る中で、呉海軍工所をはじめ、舞鶴、横須賀の各所をより、技術指導を受け、また注文を受けることでその規模を拡大した。 大手鉄鋼メーカーの中では最も鉄鋼事業の比率が低く、素材部門、機械部門、電力部門の三本柱の複合経営が特徴。鉄鋼事業でも他社とは異なり、規模よりも特殊用途の付加価値の高い商材の開発注力している。薄いた分野では高張力鋼板、配点に強みを持ち、スカタチ材分野では複雑な形状の自動車用部品などに使用される、 鉄粉に強みを持つほか、船舶用の組み立て型、一体型クランクシャフトで、世界シェアの40%を占めている。また、鉄以外にもアルミ、チタン、銅など、複数の金属素材を手掛けており、世界に類を見ない、複合素材メーカーである。アルミ分野では、自動車用アルミパネル材や、自動車サスペンション用アルミ単造部品、鉄道車両用アルミ型材で、国内主位。 チタン分野では、国内初のチタン工業化を成功させたパイオニアであり、航空機エンジン部品向けチタンに強みを持つ。同分野では、自動車端子、コネクタ用同合金で、国内主位。機械部門は、圧縮機や産業機械、真空製膜、表面改質装置、超高圧装置などを手掛ける。圧縮機分野では、批判用圧縮機において、スクルー式、ターボ式、 レシプロ式の3種類すべてを取り扱う世界唯一のメーカーである。特にスクル式批判用圧縮機では世界シェアの50%を占め、近年は市場拡大が見込まれる大型ターボ圧縮機市場へ参入している。また産業機械分野ではタイヤゴムデ電機が世界シェア40%、樹脂機械がハドップ向け樹脂デ電機で世界トップシェアを占める。 その他、電力部門は2002年に稼働した神戸発電所1、2号機に、加えて、2019年には、大火発電所を、2022年には、神戸発電所3、4号機を稼働させる計画であり、四国電力と、ほぼ同規模の発電能力を得ることになる。長い鉄の冬の時代に加え、阪神大震災では、航路などに大きな打撃を受け経営不振に陥ったが、 2002年、平成14年以降の鉱材価格高騰により息を吹き返している。近年は、アルミや機械、電力など、鉄鋼以外の分野への注力が目立ち、鉄鋼メーカーを出し、鉄鋼も手掛けるメーカーへのシフトを目指す姿勢が鮮明である。子会社213社、関連会社56社、2001年、平成13年に新日本製鉄と、 鉄工事業で包括提携を結び、2002年、平成14年からは、住友金属工業を加えた三社提携戦略を取っていた前述二社は2012年10月に合併し、新日鉄住金となった。スポーツ事業では、トップリーグ参加のラグビーチームコベルコスティーラーズは、国内で屈指の競合として知られる。 神戸製鉄所は2017年10月31日航路、停止。加古川製鉄所、神戸製鉄所は、鉄鋼事業部門に属す、グループの拠点たる筑工一貫製鉄所である。加古川製鉄所は厚いた、薄いた、洗剤、在、冒などの鋼材やチタン製品などを、神戸製鉄所は、洗剤、冒頭を生産している。高砂製作所は両製鉄所に次ぐ、 主要拠点である。鉄鋼事業部門及び、機械事業部門の製品である、鋳造工や炭造工、鉄粉などの鉄鋼、資産加工品や各種機械類を生産している。このほか、藤沢事業所、茨城工場、西条工場、福知山工場の4カ所は、溶接事業部門、毛化製造所、調布製造所、大安工場の3カ所は、アルミ、同事業部門、 ハリマ工場は機械事業部門の生産拠点となってる。US スチール、フェストアルピーネとは自動車用鋼板で、レップ、アスコメタルとは特殊鋼関連で技術提携し、日米欧の世界三極で高級鉱材を供給できる体制を整えている。神戸成功グループの社会に対する約束時であり、グループで共有する価値観。 神戸成功グループに属する全社員がコベルコの3つの約束を果たすための誓い。グループブランドであるコベルコの由来は、神戸を表す、神戸鉄鋼を表す、スチールの L 会社を表す、カンパニーの CO からなる造語である。1969年10月、東亜総合企業株式会社から福島県西郷村小田総の ババザカと黒森の両地区合わせて82万平方メートルを購入した。市場地価は坪単価850円から2000円で、この価格で、東亜総合企業も買収していたが、神戸成功に対する売り値は、坪あたり1万2000円という高値であった。警視庁が、恐喝等の疑いで捜査するも、神戸成功側は、工業用地として買ったと言い、事件は立証されなかった。 神戸製光の本社のある神戸の暴力団は事件を知り退去上状況した。2005年、平成17年発覚の協領団合事件に加わっていたことが判明している。過去川、高砂両製鉄所と調布製造所が過去川、高砂、下関各市の市議会議員計5人、現役社員3人、OB2 人、いずれも労働組合が推薦の講演会に対し、 選挙事務所設営費や人件費などの選挙資金を肩代わりしていたことが発覚。政治資金規制法に違反する疑いがある。この事態を受け、当時の同社の水越博会長と犬伏、安尾社長が2009年、平成21年3月末をもって隕石辞任した。土壌汚染、地下水汚染の発生、同社のグループ会社である新興公然ステンレスが 2007年4月から2016年5月にかけ製造したバネ用の鋼材のうち7400トン中55.6トンについて強度が日本工業規格を満たさないにもかかわらずジスマーク表示をしていたことが2016年6月9日に明らかになった2017年10月8日アルミニウム銅、鉄粉などに監視性能データの改ざんや顧客に 了解を得ない特裁が状態化していたことが発覚した。製品は航空機、自動車、鉄道などで幅広く使用されており、三菱重工業、川崎自由工業、IHI、スバルなどでデータが改ざんされた素材を使用した製品が販売されていたことが判明した。影響は海外の取引先にも及び、2017年10月17日の 世界鉄鋼協会年次総会でも話題となった。世界鉄鋼協会会長の新藤隆夫はデータ改ざんが起きた原因や影響の分析が必要だとした。この問題に関し、松井岩尾弁護士、元福岡高等検察庁検事長を委員長とする外部調査委員会が設置され、その後社内品質ガバナンス、再構築検討委員会や、 品質問題調査委員会における検討結果と、平て2018年3月6日に当社グループにおける不適切行為に関する報告書と題する最終報告書が発表された。用紙は以下の通り。他。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。